神砂嵐ワグーヤがなマフィア梶田です。全然関係ない輪がついてればいいみたいなもう和光市が長政が出たあたりからもういいかなって、まあそうだね、思ったんですよ。俺はもうやらないつもりでした。わしやがの中村一です。息が合わんな、はい、ということでね、まあこれちょっと前か前回か分かりませんけども、カード出すやって誘惑をいじったっていう直後なんですけど、ですよ、急遽梶田君がどうしてもこれ負けようぜって言ったものがあってですね、こちらはね、そのバンダイさんから出てる、まあ、カード出すっていう今もなお続いてる商品群なわけですよ。そうそうそう、これとは全然違うものとして、こちらミニカード、ミニカード、これ駄菓子屋とかで売ってたやつですよ。ミニカードって何って感じだね。まあちょっとカードならしいんだけど、このぐらいのちょっと小さいさ、バンダイ版と比べるとこのぐらいの差があるんですけど、これをちょっとやってみようと。ちょっとねカード出すのところだと、俺の悠々白書愛が物足りなかったんですよ。だから予備案としてこれを用意しておいてもらったんですけれども、これ試しにサンプルで一つ開けてみたんですよ。いい感じ。いい感じですね。これをなんかここに入れるんだって。そうです。これタッチを放出させる。こっちには入んないんで、全部全部です。全部わしゃがたにぶち込んで楽しくやっていきましょうよ。カード多分ぐちゃぐちゃだこれ。カード折れたりするよねこれね。ゆっくり優しく優しく混ぜて、はい、よしということで引いていこうと。引いてみましょう、はい、これも戦う、戦いましょう。これ戦うやつね。これはやった。じゃあ俺これだ。はい、うん、邪魔だ。はい、じゃあまず俺のターン。はい、田村さんのターン。人気コンビ。あ、なるほど。クラマ&ヒエ。これはね、これってさ、あれこれアニメの場面写真なさそうだね、絵的に。ある種の書き下ろしっぽい絵だね。これ多分ね、何かしらのピンナップとかで使われた絵があるんですよ。だからそのパブ用とかのイラストも借りてきてる感じだよねこれね。あ、裏にもなんか書いてんだ。68番、ヒエとクラマ、もう暗黒武術界のメンバーから抜けることができない、なんか悲しい感じ。もう抜けられないって。だからちょっと結構参加したくなかったんだこれは。まあ戦いから決して逃れられないっていうこと。これまずは表で出していきましょう。実はそんなに戦いに対して否定的じゃなかったと思うけど、割とねいい勝負なんですよ。最強コンビ、人気コンビ。あ、本当だ。で裏にこれ戦闘力書いてあるんですよね。一斉のでめくってそこで戦う、はい、一斉のせ勝ってるけど僕は850で勝ってますけど。うそー、100負けてる。やっぱ桑原が足引っ張ってるね。いえ、ゆうすけ500の250じゃん。桑原250くらいあるはずなんですよ。これはやっぱね、お互い妖怪コンビだから、ね、じゃあこっちは450で400かな、クラマが400かな、この段階だと。そうですね。でもかっこいいんですけど、二度死にたいやつだけかかってこい、手加減はしないぜ。ああ、いい勝負なんですけどね。幸先いいんじゃないですか。なるほど、どんどん引いていきましょう。いきましょうか。デン。お母さん、ゆうすけの母ちゃんじゃないですか。ゆうすけの母ちゃん対ゆうすけ。しかも俺のゆうすけ見たよ。だからあのもうスパイダーマンみたいな。これ何レイガンこれ。わかんないです。指先から容器をスパイダーマンみたいにほとばしらせてるんですけど、ね、こんなシーンあったかな。いや、それだからなんか書き下ろしだと。うん。でも、ユースケの母ちゃんはワンチャンユースケより強い可能性ありますか。裏飯厚子、ユースケの母、口では強がりを言っているけれど、本当は心配性。はい。はい。霊力は 50! あー、まあまあ。ダメかもしれない。俺今ちょっと嫌なもん見ちゃった。何 ?800 なんですよ、先生。ちょっと待って。桑原と組むと750で、ユースケが単体だと800ってことは、クラマラはマイナス50。ああ、嫌だもん見てな。こんな2人で二度死にたやつだけかかってこいって言ってるけど、奥のやつはマイナスデバフなのね。最強の2人だったんだけどな。ああ、そう。嫌だもん見ちゃったな。今度こそ頼む。ユースケ。そこで誰でしたっけ。風丸って書いてるけど、そんな名前だっけ。忍者の末裔で妖人のボディーガード、現代忍術のエキスパートだって。これまあ玄界師範のところに修行に行くときにランドが紛れ込んでるよって言ってるときにいたやつ。そうです、そうです。だからこれ頭にまんじって、これ二人いちゃうからどっちが主か分かんなかったんですけど、後ろを見たら風丸が主で、霊力は250です僕は。ああ、そう、風丸のカードなんだそれ。うん、俺はまあユースケ単体なんですけれども、
800ですね。大下君ほら桑原の立場が、いや、まあ、これもほらこれもねレーガンなんですよ。両方ともレーガンで霊力上がってる状態ですから、レーガンレーガンでね。そんな哀れなものを見る目で見ないでください。桑原1枚で強いやつが出る可能性もあるじゃないですか。それを見たいね、うん、桑原の戦闘力をちゃんと見てあげたいね。ユウスケです。ここまで全部ユウスケ。すげえな。ここまで全部ユウスケなんです。すげえユウスケ引くな。はい。あの、僕のラインナップ見て分かるように、ユウスケが多いわけじゃないんですよ。うん、俺だけずっとユウスケなんですよ。しかも、普段のユウスケでしょ、うん。ちょっとそれ戦闘力気になるね。気になりますね。だってついにレーガンじゃないユウスケ出ちまったわけでしょ。そうなんですよ。あと、ここの、この縁見てください、この縁。違う絵だね。別の絵とつながる、タッチを彷彿させる。やっぱりね、カードはこうでないとダメですよ。祭壇の甘さが、うん、じゃあ俺らは何、あの、今後探していくのはちょっとチープだよ。そうそうそう。じゃないとやっぱ有名キャラしかない。バンダイさんのは選べないよ今後。そうですね、バンダイのやつだとみんなメインキャラになる。もっと駄菓子に寄ったやつね。やっぱ母ちゃんとか入ってないとね。そうだ、じゃあ僕はこちらです。お3人、デバッファーいないんで。デバッファーデバッファーって言わないでくださいよ。桑原抜きの3人なんで。あ、でもボロボロだからもう戦闘力落ちてる可能性が高い。うん、まずは俺のユウスケは150です。あ、これ生かれた直後のユウスケが弱いです。よ、おはようのユウスケ。あ、もう本当に起きたての時だね。霊界探偵成り立ての頃ですね。僕の方はこの暗黒武術界、うん、俺たちは史上最強の格闘技暗黒武術界のゲストメンバーだ。3人霊力400。弱ってんのかな、やっぱ弱ってね。うん、クラマー服ビリビリになってるし。桑原これやられた後の状態だね、うん、これよいしょ。先方でさ、おお、これは来た。ユウスケ生き返った直後に多分不良と会ってる時みたいな、うん、ありましたよね。そんなし本当の肉体はいいぜって言ってる時かなっていう、うん、俺はなんかこれですよ。え、桑原ユウスケ戸黒兄弟に比叡の妹の、妹名前なんですか、ユキナで、これ問題戦闘力ですよね。俺これだからタルカネゴンゾーのところから取り返しに行く。タルカネゴンゾーの時点での戦闘力ですかね。でも誰がメインなんだこれ。ユキナを救え800。うわすげえ強え。これ、うん、さっきも言ったように蘇った直後、うん、ようやく力を取り戻したユウスケね、うんうん、テキスト的には俺を怒らせるな。立てこら、まだまだこんなもんじゃ済まさねえぜ。850なんですね。なんでなんでだ。え、このシーン何でもないだろう。この状態で850あるんで。なんで。いや納得いかねえよ。レーガンの溜めてるユウスケが800で、なんで髪の毛も決めてねえユウスケが850なんだ。え、どういう基準でパワー決めてんだこれ。あ、待ち望んでるやつ来ました。え、マジで来ました。はい、マジで。じゃあ先出していいよ桑原。そういう意味だ、ええ、どうだ。あちょーって蹴りを。どうだどうだ。桑原です。なんと桑原単体だと戦闘力は見ちゃう700。めっちゃだけめっちゃだけ。じゃああれユウスケ50なの。ユウスケが50なの。ユウスケが50なの。ユウスケの永遠のライバル、霊感が強く霊気の剣で戦う。飛び蹴りしてんじゃん。まあトンファーキックみたいなもんですよ。なるほど、ね、この飛び蹴りしてるだけで桑原700ですよ。理論値最強。理論値最強です。そうだね、うん、レーガン撃とうとして800なのに飛び切りしたら700だもんね。さすがなんだよな。すげえな。もうこれ俺の勝ちだろう。わ、俺、はい、これ子供助けるシーンじゃないですか。だから第1話だと思うんだけど、第1話で死ぬシーンですよね。まずそもそもユウスケこうこんな決め顔でタックル決めるかなっていう。これ絶対別カットじゃん。はい、なんならあと車の作画もおかしい。車これタイヤついてねえ。タイヤついてないんだ。車庫端にも程がある、はい、地面に接しちゃってる。これが、うん、危ねえ危ない。子供を助けるためユースケは車の上に飛び出した。霊力250ですね。まあそんなもんでしょ。まあこれはこんなもんだ。そんなもんでしょ。はあ、桑原出たね。桑原強えー、やった。どうしよう。もうじゃあラスト一戦もう来たー。俺はズルをするぞ。来たー。俺はキラを引くためのズルをするぞ。俺はこの引く時のワクワク感が好きなんですよね。引きました？キラ、うん。だって見ながら引いたし。じゃあ俺は俺は自分の実力で引いたこのキモヒエ。なんでちょっとユウスケいい顔なの。なんで奥にいるんだよユウスケの。ピンナップでしょうねなんかの、ね、このキモヒエの強さが750です。わあ、クワバロよりちょっと強いぐらいの、うん。はい、ということでキラはどんなやつ？はい、ああ、全員集合です。かっこいいじゃないですか。これは絶対戦闘力高い。戦闘力気になるような。ああ、なるほどね、うん、これはちなみにカードナンバー1、みんな行くぜ、どんなに相手が強くても俺たちは絶対に負けられねえ。
1000。強っ、さすがだな。思ったけどやっぱりちゃんとスタジオピエロ、フジテレビ、集英社って入って、うん、戸川先生の名前も入ってるんで、うん、当然ライセンス品です。ちゃんとライセンス品ですよ。いや、よかったよ、ここまで来て加奈君これやばいわって逆にそんなパチももう売ってないでしょ、これ非ライセンス品だわって言って、これはないでしょ、なったら怖いからさ、もういい、俺だけあのキラーちょっと俺も見て見て、なんか探していいですか。まずはですね、カジサセレクション、あの待望のキラーカードは、まあ、桑原を選んだ。桑原のキラー見つけてくるんだよ。まあ、わかんないですよ、桑原のキラー戦闘力いくつかって話ですよ、うん、いくつ700。ちょっと待って、飛び蹴りに変わんねえじゃん。桑原つまり700がもう上限値なのね。うーん、ベースなのかな、700までなのね。俺様の必殺技だで、これで見せ場なはずなんですけれども、飛び蹴りと同じと、これと戦闘力同じってどういうこと。あ、うん、まあ、残念だね。まあ、でも桑原安定して強い、なんかほらあのモビルスーツでいうとネモみたいなもんだと思えばいい。安定して弱いよ。なんでネモなの、せめてジム3ぐらいじゃないと。でね、こういうやっぱカードを出すじゃないカードのいいところは、うん、こういうやつらが混じってるところなんですよ。うわー、これ六遊会チームです。六遊会チームなんだ、うん、スラムの期待の星、うん、最初に戦ったチームですね、うんうん、でこっちが誘惑ヒロインズですね。 お母さんいない、お母さんですね。ヒロインズの一員ですね。頑張れユウスケ、私たちは陰ながらユウスケたちを応援させていただくわ、うん、ハート霊力50、うん、やっぱこういうの混じってるのがいいんですよね。確かにね、うん、はい、ということで、皆さんどうなんですかね。僕らは楽しかったですけど、楽しんでいただけましたか。有楽町スペシャルでしたけども、チャンネル登録、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。高評価もお願いします。やりますか、わしゃガチャ。わしらのガチャやりますか。コミコミさんですね、うん、何、わがなあて、何、挨拶なの、新しい挨拶作ってます。多分勝手に半切れで言うことではないと思うんですけど、もうちょいもうちょい柔らかく、自分は女子高生なのですがって書いてるから、やっぱりまだね、そういう勝手なことしちゃう年齢だよね。まあ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 、しょうがない、若いんだから、若いんだからしょうがない、はい、勉強やたくさんのことの集中がすぐに切れてしまって悩んでいますと、うんうん、お三方は、あ、ブクちゃんいないので2人ですね、うん、ゲームなどで集中力が鍛えられているとは思いますが、うん、もし集中が切れた時の対処法など教えてくださいっていう話ですね。タバコかな、ヤニ吸うぐらいしかない。そういうことらしいよ。大丈夫かな。俺はもう集中なんか常に切れとるから。俺もあんまり集中してない気がするんだよね、ゲームとかしてても。いやいやいや、どの口が言うんですか、何時間も。意外と分散してるから、マルチタスクでいろんなことやってんだよ、同時に。本当に、うん、なおの平気でそのガンオンの時もそうでしたし、 FF の時もそうでしたけど、7、8時間とかやるやつでしょ。もうゲームをバッテリー切れるまでずっとやるじゃないですか。いや、やるんだけど、うん、あれは集中してないからできるんじゃない。そうなんですか。集中をし続けるのはやっぱり本来無理らしいですしね。あ、1時間とか絶対切れるっていう話だから、うんうんうん、薄めに集中を持続できるかどうかが大事なのかなと思うけど、うんうん、だから切れた時の対処法は知りません。対処できるもんじゃないです。そうです、うん、教えてください僕にも。会社はタバコって言ってました。そう、ヤニですわ。本当そういうのを女子高生の子にそういう勧めるとさ、あ、いやでも大丈夫ですよ、多分働き盛りの女子高生ですこれ。何働き盛りの。怒られるから。働き盛りの10代美少女なんで。怒られるのよここが。いるわけないでしょ、リアルな女子高生がこの番組に。ああ、いるわけない、こんな送るやつ、うん、こんなのもこんな番組見てるわけない。親に怒られるわ。いや、そうなんだ、うん、そんな不道徳な番組作ってるつもりはなかったんだけど。いやいやいや、まあ、まあ、タバコと酒は二十歳になってからね。ああ、そうですよ、あかんですよ。そうです、未成年のうちはいかんです。だから集中はまあ、うん、気にしなくていいと思いますけどね。できるもんじゃない、うん、なんか意識的に集中できるんなら誰も困りませんよ、うん、はい、そういうことで少しずつ大人になっていきましょうね。わが名は使わないです。